ははいいどううも、です。おはようございます。およござま今日も一日ドアのリミッター外してワクワクだらけでいきましょうね相変わらずすいません自宅でブサイクでいやーね今日まあちょっと喋り始めたのは昨日タクシーの中でなんかんタクシーテレビってあるんじゃないあれでやっててバカじゃねえかと思ったんだけど「あなたも大丈夫ですかこんなバカなことは言ってませんよね?」いやそれがねなんかねなん,かなんか大人相談室とかいうのって相談室の相談,相談の内容が書いてあって えー、ペットを飼いたいと思うんですがいつかお別れしなきゃいけない時が来るのが不安なのでやっぱり飼わない方がいいでしょうかという質問なんだよ。どうこの質問を聞いてあなたどう思うペットを飼いたいんだけれどもいつかこうお別れしないペット死んじゃってお別れしなきゃいけない時が来るのが不安なので飼うのはやめた方がいいでしょうかバカだよねバカだよね このいつも俺の話を聞いてくださってるあなたならわかると思うけど、これバカな質問だよね。二つバカだよ。二つバカだよ。思いつくはい、言って。まずそもそもさ、大きな勘違い野郎だよね。この質問してる人。ペットを飼ったらいつかお別れの時が来る。ペットが先に死ぬのが大前提じゃん。もうその… その脳の柔軟さというか物事の見えなさ加減がほとほとびっくりするなんでペットが先に死ぬのか前提なんだよお前が先に死ぬかもしんねえじゃねえかよなんでそこの可能性に思いが至らないもう100%疑うことなくペットが先に死ぬと思ってんでしょそれが大間違いだよ可能性としては選択肢としては自分が先に死ぬことだってまずあるじゃんそういう可能性に気づけよ 目が見えてない全くそしてその次これが重要なんだけど怒りもしない未来を不安があって現在を楽しまないってありえないでしょブブブブうるせえな <laughs> どっかでこうじゃってんだからいやだってさ怒るかどうかもわからない未来の不安を理由に現在の楽しみを削るってありえないでしょバカだよね。 俺もそ,のその質問を聞いて俺も腹が立っていや別にいいんですけど俺が腹立つ必要はねえけどあまりにも言ってることがバカで大丈夫ですかあなたあなた大丈夫ですかねまず柔軟に考えろあらゆる可能性を考えろまずあらゆる可能性に思いつけ気づく脳だ俺がいつも言ってる、ね、気づく脳を手に入れるためには考えること感じることを毎日遊ぶことだよ 昨日も暴ばれたは銀座のコンパルザってとこでまあそれは置いといてそして未来に不安とか言ってんじゃねえよ目の前しかないんだから未来の不安とか言ってんじゃねえっつうんでも過去の過去の後悔もいらないこの話も昔どっかしたと思うけどもう過去の扉未来の扉全部バシーンって閉じて目の前の今日だけだよ絶対そうだよ 未来のの不安過去の後悔バカじゃねえかっつんだよ今日を生きろ今日今日を生きてその今日が輝く未来につないでいくつながっていく未来が輝けば過去のことなんか何だってよくなるねみたいなことをちょっと思いましたねよし今日も頑張ってこう私でした